強盗殺人犯死刑囚井上圭介。死刑囚が死刑を執行される際は当日の決まった時間に独房から引き出される。今日も朝が来た、どうか助かりますように。つまりその時間を過ぎてしまえばその日は死刑が行われないということになり、死刑囚は1日を生き延びることが確定する。俺は連続強盗殺人犯死刑囚田中学ぶ。相変わらずガタガタしてんな。もっと落ち着いてろよ。大丈夫だって。落ち着けるかよ。生きるか死ぬかの瀬戸際だぞ。二人の独房は隣り合っていて、壁越しに会話をすることができた。この拘置所では死刑囚同士の会話は禁じられているが、精神安定のため稀に見逃されることもある。大丈夫だって。まだ食事のリクエストを聞かれてないだろ。リクエスト？この間買った本に書いてあったんだ。死刑囚には最後に希望通りの飯を食わせるんだよ。死刑囚は他の受刑囚に比べると比較的自由に書籍の購入が可能である。執行前に何を食いたいか聞かれてないってことは、まだ今日明日は大丈夫だ。マジか。そうか、無駄にビビって損したぜ。同じ死刑でも事前に言われんならちょっとマシだよな。怖いには怖いけど気分が違うよな。だよな。でも他の連中最後にどんなもん頼んでんのかな。この本に載ってんのは海外の死刑囚だけど、例えばロニー・ガードナー、2件の殺人と窃盗で銃殺刑。幼い頃から数々の犯罪行為に手を染め、1984年に殺人を犯す。合計3人を殺害するが、それ以外にも起こした傷害、強盗事件は数知れず。そして殺害された3人のうちの1人はガードナーの弁護士だった。この弁護士は生前死刑制度に反対しており、そのため遺族はガードナーの死刑執行停止を求めていた。ガードナー最後の晩餐、ロブスターテイルステーキ、アップルパイ、バニラアイスクリーム、レモン&ライム炭酸ジュース、さらに食事中にロード・オブ・ザ・リングを見たいとリクエスト。映画もリクエストできんのかよ。俺らもできんのかな。できるといいな。お前何見たい？そうだな、あ、男は辛いよ全巻とかどうだ。執行までの時間を引き延ばせるぞ。それいいな。俺は沈黙シリーズにしようかな。ティモシー・マクベイ、オクラホマシティ連邦政府合同庁舎ビル爆破で虐殺刑。敬虔なカトリック教信者の家庭に育つ。第一次湾岸戦争に兵士として参戦し優秀な結果を出すが、その後特殊部隊への入隊テストでは不合格となる。ティモシーは政府に強い反発心を抱くようになり、連邦政府合同庁舎ビルを爆破し160人以上を死亡させた。ティモシー最後の晩餐、スーパイントのチョコミントアイスクリーム。アイスだけかよ。さっきのやつに比べて随分安いな。よっぽどアイスが好きだったのか、飯食べる気分じゃなかったのか。ああ、まあそれもわかるな。そういやこいつよりもっと食ってないやつもいるぞ。ビクター・フェガー、誘拐殺人で公死刑。妻の体調が悪くなった、往診してほしいと医者を呼び出し誘拐して殺害。モルヒネを入手したかったというのがその動機と言われている。ビクター最後の晩餐、種が抜かれていないオリーブ一粒。しかしこのオリーブをビクターは食べず、死後の埋葬時に彼の服のポケットから発見された。オリーブ一粒？しかも食ってねえのかよ。なんで食わなかったんだろう。死んでるし理由はわかんねえよ。でも海外はどうそうだろ。だから多分自分を養分にしてオリーブが生えればいいと思ったのか。木に生まれ変わりたかったのかもな。ちなみにビクターが処刑になった数年後にアイオワ州では死刑制度が廃止。そのためアイオワ州では彼が最後の死刑囚となった。なんか暗い気分になっちまったよ。もっと景気のいい飯食ったやついねえのか。あ、こいつ面白いな。リッキー・レイレクター、2件の殺人で虐殺刑。リッキーは友人とナイトクラブに出かけたが、友人は入場料の3ドルを払えなかった。入場を拒否されたリッキーは激怒し銃を発砲。3人が撃たれ負傷したが、そのうち1人はリッキーのオーダーによって殺害される。リッキーは逃走するが、逃走中に昔馴染みの警官に連絡を取り出頭すると告げる。しかしリッキーは出迎えた警官を撃ち殴って殺害。その後自分の頭を撃ち自殺を試みるが失敗し、病院に搬送され一命を取り留める。裁判の後死刑が確定する。リッキー最後の晩餐、ステーキ、フライドチキン、サクランボの粉末ジュース、ピーカンパイ。ピーカンパイは後で食べると看守に言って残した。後で食べる？石田三成みたいなやつだな。石田三成は処刑直前に干し柿を勧められるが、干し柿は体が冷えるから健康のために食べないと答えた。いやー、それがこいつは自殺未遂の後遺症で脳に障害があったらしいんだ。え、じゃあそれでか。わかんないけどな。しかし死刑囚もいろいろだな。
さっきの映画の話は冗談としても、お前は何をリクエストするんだ？フレンチのフルコース、寿司、いや焼肉、とにかく高い飯がいいな。俺は寿司がいいかな。生物はここじゃ出ないからな。そうだ、食わしてくれんなら女がいい。最後に一発やって死にてえよ。おー、俺もそれがいいな。って、無理だろうけど。何言ってんだよ、俺ら国に殺されんだぜ。最後に女くらいあてがってくれたっていいだろ。あ、巡回だ。ほんとだな、偉そうに胸張って巡回してご苦労さんなこって。毎朝ビクビクしてたけど、この話のおかげで安心できるぜ。飯のリクエストを聞かれるまでは執行はないわけだからな。失望。え、失望ってことは死刑執行？嘘だろ。早く出なさい。ちょっと待てよ、俺まだ最後の飯のリクエスト聞かれてねえよ。そうだ、死刑囚は最後にリクエストを聞いてもらえるはずだろ。最後の？その制度なら日本にはないぞ。でもこの本には日本にもあるって。あるじゃなくてあっただろ。昔はあったらしいが、最後の晩餐で死刑を察知して自殺した死刑囚がいて、それ以来廃止になったんだ。そうなの。連行。やめろ、やだ、死にたくねえ。そんな、じゃあ俺ももしかして急に明日。いやー